最終レースです。12レース、サラブレッド系4歳以上、4歳900万円以下、5歳以上1800万円以下、ダートの1200メートル、出走馬12頭。ダートコースはオモ、向こう上面の枠入り、最後は外12番アサカプリンセス、ゲートに収まって枠入り完了です。スタートしました。ほぼ揃いました。まず第3コーナーへ向かっての先手の取り合い、押して押してエイコーロイヤルが引っ掛けますが、連れてダイカツブランド、さらには外を回ってヤマニンゼファー、その外から一気に行きました、押していったオンワードウッドです。第3コーナーを迎えます。オンワードウッドが果敢に飛ばして花を奪いました。リードが1馬身から2馬身、2番手は2頭並んで、内にエイコーロイヤル、外を回ってテンデス的です。あとは3馬身下がりまして、4番手はダイカツブランド、外は競泳ブランドです。3、4コーナー中間を通過していきます。あとは中段グループは固まっておりますが、内をついてレオシャトルか、外を回りましてラックドリーム、いやニューリージェントです。この間にヤマニンゼファー、レオシャトルは現在後ろから4番手ぐらい、第4コーナーをカーブして直線コースに抜きました。先頭はオンワードウッド、オンワードウッド、残り400を通過しました。2番手にはテンデス的、あとがエイコーロイヤル、さらには追い込んでくるダイカツブランド、内をついたのはニューリージェントです。あとは競泳ブランド、レオシャトルはまだ馬群の中です。先頭は今度はエイコーロイヤルに変わった、200を切るエイコーロイヤルの先頭、さらにはイオコマチ、イオコマチを内をついて追い込んでくる、連れて追い込んできたのがダイカツブランド、競泳ブランド、エイコーロイヤルが先頭、エイコーロイヤル先頭、外からダイカツブランド、いや競泳ブランド、競泳ブランドが先頭か、ゴーリン、競泳ブランドかエイコーロイヤルか、内をついたイオコマチは3番手のようです。